ストロングマインド、人生の壁を打ち破る方、大川隆法。前書き。このストロングマインドという本は、心の持ち方、人生論を説いているもので、ある意味で私の宗教家としての円熟期の思想を体現しているものといえる。書かれている内容は、あるいは人生の壁を打ち破る方であり、対戦する人の条件であり、人生に勝利する秘訣でもある。霊的学生から約30年の歳月が、私自身の心を鍛え、人格の器の大きさを作り上げてきた。その間、通常人では決して味わうことのない人生の苦しみや悲しみも体験してきた。多様な価値観を内包する書籍群を出し続け、千数百回の説法を続けているが、それはこのストロングマインド形成の日々でもあった。雨の日も風の日も酷暑の日も、弱き心を強き心に変えるべく向上への道を歩んできた。その我が姿を見つめ続けるもう一人の自分がいつもいたのだ。2010年9月9日、幸福の科学グループ創始者兼総裁、大川隆法。ストロングマインド、目次。前書き。第一章、七転八起の人生。1、10年に1回ぐらいは人生の危機が来る。七転八起、かっこ七転び八起きということわざの意味。10歳、家庭内の危機が起きる。20歳、大人になるための試練が出てくる。30歳、自立できているかが問われる。40歳、仕事上の試練、体の変調が起きる。50歳、人生に秋風が吹いてくる。60歳、主観と客観のズレが出てくる。70歳、自慢話や愚痴が多くなる。80歳、普通でいるだけで褒められる。人生のピークは40歳前後。人生を特徴づける重大事件は何度か起きる。2、40代以降の危機を乗り越えるヒント。夫婦には相互扶助の面がある。単身赴任をどう考えるか。40代以降は中間的な幸福で満足することも必要。3、悪いことが起きていないことへの感謝。4、自分の分を知り強めにかける。5、どのような環境でも光を放つ努力を。人生はそれ自体が一つの学校である。苦難困難を心の糧として素晴らしい人生を生き抜こう。悲しみを通して他の人への優しさが出てくる。第二章、たくましく生きよう。1、吉川三郎名誉顧問が経験した貧病僧。父の苦労は私の魂の肥やしになった。家族を養うために20数種類の職業を経験した父。正しさを求め、不正や腐敗を憎む。私にも父と同じように反骨精神が流れている。資金や担保がないのに、交渉力で自宅を建てる。資本家を攻撃していた父に事業家の素質はなかった。事業に成功し、
金銭的にも豊かになる道とは。大病も何度か経験している父。父は勇気と行動力の人だった。2、失敗を恐れず勇気を持って行動しよう。父の遺言によって発刊された勇気の法。ミスを恐れると勇気がなくなる。宗教における勇気の源泉は信仰。3、たくましく生きるための方法。ポイント1、人生の壁を打ち破れ。ポイント2、復元力を身につけよ。最後までやってのける力強さを。第3章、心の成熟について。1、宗教の目的は人間としての成長。人間として大きくなれば、悩みは小さく見えてくる。自分を小さく閉じ込めてしまう心の態度とは。2、自分の気持ちを考えすぎないこと。いつも自分が主語になっていないか。他人の気持ちを考える時間を増やそう。3、価値観の多様性を認める。人間はワンパターンの考え方をしやすい。自分とは違う考え方にも値打ちを認めよう。自分の長所が人を裁く材料になりやすい。多様な価値観を受け入れることは人間としての成長。親は自分の記憶を美化していることが多い。心を開き、白紙の目で見る。他人の気持ちを考え、多様なものの見方をしよう。4、許しの気持ちが幸福への近道。許すということは宗教的な境地。相手を責めても幸福にはなれない。男女の問題でも許しの気持ちが大事。人間関係での嫌な経験は自分を磨く砥石。許すことは幸福になるための条件。今が幸福なら過去の不幸も美談になる。5、すべての人には幸福になる義務がある。短所の中にも優れた個性が隠れている。何事かを成し遂げた人は皆孤独の時間を持っている。あなたの愛が試されるとき。第4章、心豊かに生きる。1、人生の目標とすべきもの。10代、20代はエリートを目指す時代。人生の中盤以降は心の豊かさが大きな力を発揮してくる。心が豊かになる方法を教えることができる人は少ない。人生にはお金で解決できないものがある。2、人間としての義務を果たす。人生の前半戦で人間としての義務を感じること。誠実に生きてきたという自信が心の豊かさに成長していく。義務から逃れたいと思うのは動物的な自己保存欲。まずは自律的人間になることを教えよう。一人では何もできない他律的人間の悲劇。3、公平無私の精神を持つ。自分や他人を極端に罰する生き方をしてはいけない。公平無私の態度で物事に臨めるか。西郷隆盛に見る公平無私の態度。敵をも飲み込むような大きな器を作る。4、出処進退を考える。出処進退は
人生最後の美学。40代くらいから第二の人生への備えを。5、素直な心で祝福する。祝福の心が自分の器を大きくする。素直な祝福は相手の心を開く。自分が言ってきた悪口の罪滅ぼしのために。人を褒めるには勇気が必要。人を褒められる心境があれば、まだまだ伸びていける。第5章、ストロングマインド。1、ストロングマインドとは何か。真理の探求者としての自信と開き直り。現代の常識をおごるなかれ。人生の試練を乗り越えていくとき、人は魂の輝きを得る。2、人生に必要な向上心と平常心。向上心を見失う二つの場合。自暴自棄と安気につく心。水がめに一滴一滴水をためるように力が満ちる時を待つ。平常心は持続する幸福の供給源。3、人間が目指すべき三つの器とは。聡明才弁、頭脳明晰で、弁舌の爽やかな人間。来楽豪遊、リーダーとしての大きな器。悲観主義を超え、楽観的な人生観を持つ。人格を練り上げ、英雄肌の性格に作り変えよ。新陳高重、知恵のあるどっしりとした人格。秀才のゴアよりも英雄肌のブッシュを選んだアメリカ国民。4、ストロングマインドの偉大なる力。後書き、若い頃は秀才で弁舌さえ冴えていれば不可能なことなど何もないように思われた。しかし時の流れの中で人間にはたくましさや耐える力、心の成熟、心の豊かさというものが大切であることが分かってきた。私は32歳の時に上昇志向というベストセラーを書いたが、その22年後、ストロングマインドという本を世に問おうとしている。つくづく懲りない男であり、積極的で建設的な考えを持ち続けていると感じている。本書が繰り返し読むに耐える良書となり、多くの人々の心の糧となることを心より希望する。2010年9月9日、幸福の科学グループ創始者兼総裁、大川隆法。